ペインパンプローナ出身のサッカー選手。プリメーラディビション、レアルソシエダ所属。ポジションは DF。地元パンプローナのサッカークラブ、オサスナのカンテラ出身。2004から05シーズンから B チームに所属した後、2006年10月22日のバレンシア CF 戦でトップチームデビューを果たした。その後は、 左サイドバックの定位置の座を激しく争っている。2006から07シーズンは10試合に出場。2007から08シーズンは24試合に出場し、1得点を上げている。2008から09シーズンは28試合に出場した。2011年6月14日、遺跡金600万ユーロで、マラガ CF と5年契約を結んだ。 2013年1月31日、アーセナル FC に完全移籍した。2014から15シーズンから、背番号を17番から18番に変更。2017から18シーズンは、サイドバックでありながら、リーグ戦で5得点を挙げるなど活躍をして、アーセナルのファン投票で選ぶプレイヤーオブザシーズンで、アーロン・ラムジーに次ぐ2位に選ばれた。 2019年8月30日、レアルソシエダと2年契約を締結したことが発表された。2007年からスペイン U-21 代表に選出されている。2009年6月に開催された U-21 欧州選手権に出場した。2009年8月、スペイン代表に初招集された。 8月12日のマケドニア共和国戦で、ジョアン・カップ・デビュランに代わって71分に途中出場し、デビューを飾った。2016年11月12日の 2018FIFA フフワールドカップ予選、マケドニア共和国戦で代表初得点を挙げた。クラブでの校長から2018年6月に行われた 2018FIFA フフワールドカップの代表メンバーに、 サプライズ召集される。しかし、チームが直前の監督交代による混乱の影響もあり、ベスト16で敗退したため出場機会はなかった。ありがとうございます。